ブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。えー、それではですね、えー、トレードの、えー、相場分析の方を行っていきたいというふうに思います。えー、現在の時刻はですね、えー、2021年の、えー、9月21日ってことで、まあ、現在の時刻はですね、午前9時20分ってことで、まあ、3連休明けですね、はい、あのー、まあ、週明け火曜日からね、あのー、日経22 5の方がね、始まったような状況になってます。 まあ現在の,、はい、あの価格はですね、えー、29,975、えー、八、えー、86銭ということで、えー、523円、まあ、安いっていことで、まあせあはいまあ、こういうような状況で始まってます。まあ、昨日の、ねあのー、ニューヨークもね結構大きく、あのー、暴落したってことで、まあ、その流れを受けてね、まあ、日経の方も大きく下げてね始まっています。政局の方がちょっと安定化して 来たかなっていうので、ちょっと上がってましたが、はい。まあ、あのー、やっぱりちょっと暴落して、まあ、ここで一服っていう感じで、えー、3万円は、えー、割れてみたいな感じで、はい、あのー、スタートしてますね。で、ですね、まあ、あのー、まあ、いずれにせよね、あのー、長期的に見たら2021年からもうほとんど変わってないです、うん。短期的にこう、大きく上がったとか下がったとか、まあ、そういうことよりも、ねうん、まあ、リアル、あのーさ、あのー、ね、 あとでちょっと申し上げますが、まあ、2021年になってからほとんどリアルの方はね、あのー、2万7000ぐらいから、だいたい3万1000の、はい、レンジでずっとね、ほとんどボラがないような状況で動いてる。それに対して、BTC はものすごいボラですよね。今もものすごい下がってるわけですが。はい。やっぱり、あのー、投資家として、はい、大きく狙いたかったらね、まあこういう感じで、まあリスクはちょっと怖くてもね、こっちを狙っていくっていうのはね、鉄則になります。さあね、あのー、まずね、 はい、あの、今日ね、ちょっとあのー、冒頭、はい、あのー、いただければと思います。え、はい、あのー、まずはね、相場全体を俯瞰してね、あのー、ご覧いただければと思います。えー、まあ、あのー、日経みたいなオールドエコノミーから、どん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 ,ん BTC みたいな、ニューエコノミー、オンラインの VR 市場に、どん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 人とお金が流れてきてるってことです。はい。でですね、あのー、まず、この流れ、リアル、 うん、何度も何度も言いますが、リアル社会からオンライン VR 社会への人とお金の流れっていうのをまず抑えないと大きく稼げることはないです。うん、し、でですね、あのーまあ、リアルビジネスにこだわってる限りね、結構行き詰まってるような経営者が、うん、結構多いんでね、結構そういうのもね、あのーはいあのー、日々の情報発信とかに露骨に現れたりするので、 うん、まあ、例えば、更新回数が少なくなったり、結構、感情的にイライラしてるなーっていうのが増えたりね。まあ、そういうので、ね、まあ、ちょっと SNS ご覧になる場合ね、あの、その人がね、うん、<laughs> うまくいってんのかどうか確認していただければと思います。でですね、やっぱりね、あの、もう自流に乗るっていうことで言えばね、あの BTC とか、まあ、あの、やっぱりエーダコイン、エンジンコインとか、まあ、ゲームコインっていうことであればですね、 今日ちょっとあのご紹介させていただくねあのメタバース、あの下の Yahoo の記事ね、うんあはい、あの下の,の Yahoo の記事ね、特力はいさんっていう方がねお書きになられたね、Yahoo の記事、あの下の記事ご覧いただきたいというふうに思うんですが、えー、世界が注目するメタバースで日本企業は独自の存在感を見せることができるのかってことで、 あの、ここ2ヶ月間、あの、ネット上でメタバースっていう、はい、あのー、キーワードがものすごい、あのー、話題になってるみたいですね。ちょっとあの、<laughs> で、7月末に Facebook のザッカーバーグ CEO がメタバース企業を目指すと、あのー、宣言したりということころで、一気に言葉の認知度はアップってことで、まあ、この言葉自体ね、20年前からあったということですが、今度こそね、はい、メタバースっていうね、あのー、ミラーワールドを、 要するに構築できるのかどうかっていうのが注目されているっていうような記事になってます。でですね、あのー、私がね、ずっと申し上げてきたことですよね。ここ、あのー、この記事で、あのー、話題の、はい。仮想現実社会っていう、仮想空間とか仮想世界っていうのがね、うん。これはね、要するにオンラインの VR 社会ってことですよね。うん。うん。まあ、み、あの、メタ、 バースっていうのも、あのー、はい、まあ、仮想空間、仮想現実ってことで。うん。だから、要するに、この、はい、あの、キーワードが話題になってくること自体ね、どん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 私が、はい、申し上げた世界に、どん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 つながっあのー、近づいてるってことです。うん。私自身、ゲーム実況やってて、フォートナイトもやってますし、集まりもやってますし、はい、あのー、マイクラもやってます。そういうね、あのー、要するに、バーチャルの世界に、 どん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 人とお金が流れてくるっていう、来てるっていうことですね。で、前々からちょっと私申し上げてたんですけど、まあ Facebook のザッカーバーグ CEO っていうのはね、現代の要するにアレキサンダー大王っていうふうに申し上げていって、その、あの、要するに、うん、世界征服ってのを企んでるっていうのを申し上げていましたよね。うん。まあフォートナイトみたいなミラーワードは、はい、もう、あの、 広がっていくってのを前からずっと申し上げてますし、うん、どん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 はいあの私があの申し上げた世界に広がって近づいてるってことです、うん、だから要するにまあこういうようなその日系みたいなあのねリアル社会にいつまでもこだわってても全くうまくいかずにこういうようなその仮想空間とか仮想現実社会の可能性に気づいた人が 要するに、まあ、BTC、ちょっと下がってますけど、今ね、今はね、うん、週足してごられたら、ものすごい大きな上昇を、うん、体験できるってことです。うん。だから、もっと、あの、要するに、今はその BTC っていうのは、あの、基軸通貨として、こういう値上がりしてますが、もっともっとね、あの、これから値上がりしそうな、あの、例えばエ、エイダコインとか、まあ、エンジンコインとか、そういうようなゲームコインっていうのはね、 はい。可能性に気づいていただいて、まあ、値上がりっていうのをね、あの、期待していただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、そのためにね、あの、まず、ものすごい重要ですよ。あの、メタバース。あの、絶対覚えておいてくださいね。あの、ちょっと、抽象的なことで、あの、頭にピンとこなくても、こういう抽象的な概念を念頭に、具体的な、 要するに、あの、個別銘柄、BTC とか、エイダコインに投資するかどうか決めるってのものすごい重要なんで、うん。あの、メタバースっていうのは本当に、あの、今後ね、うん。キーワードになっていきますし、えー、今週もちょっと私、あの、熱盛もやりますし、フォートナイトもやりますし、マイクラもやる予定です。私の実況をご覧、投資家目線でご覧な、なられていただいて、どういうものか確認した上でですね、 まあ、あの個別の,あの、例えば金融商品なり、例えば設備投資なりに投資を検討していただければと思います。はい。まあ、そういうことで、あのー、ですね、まあ、評えー、これからね、あの、公表いただいてますね。あのー、個別の質問、仮想通貨の質問に対して、えー、時間の限りね、回答していこうというふうに思います。はい。えー、先週からの、あのー、続きですね。 で、いきますね。はい。えー、まず1個目ですね。えダ、ー、ぐだぐだ言って、えー、マーケットインできない人間はずっと負け組えー、宝くじ感覚ではなく、しっかりと、えー、取り組めば視野が広がる。えー、暗号資産は、えー、怖いのは10年前の話ってことで、えす、ー、べて当たってます。えー、あのー、私は、あのー、はい。 い投資関係の仕事をやっててこのぐだぐだ言ってマーケットインできない人ってのを死ぬほど見てますで必ずねそういう人に限って後で要するに儲けた人に対して文句言うんですようん、うん、いや単純にあの何もしてなかった時に要するにリスク取って、うん、あのものすごいあのね、うん、あ要するに将来見せてあのリスク取ってた人 もうあの要するにチャンスは平等にあったってことをね、その人たち、なかなか聞き入れられないので、うん、宝くじ感覚ではなく、要するにしっかり取り組みをって視野が広がるってことで、まああの前から申し上げてることなんですけど、宝くじ感覚で、要するに BTC とかこういう感じでやろうとする人はほとんど失敗してるので、うん、暗号資産が怖いのは10年前の話ってことで、これも正解ですね。 まあ私が本格的にあの仮想通貨投資やり始めた、例えば2016年とか2017年、ものすごい詐欺は横行したわけですが、ほとんどそういう話は聞きません。最近ね。逆に NFT みたいなとこで、あのー、要するに、偽物とか、なんか、落書きみたいなのが横行して、それが数百万とか、そういうのちょっと広がってるみたいなね、その辺警戒していただければと思います。はい。えー、次行きます。どんどん行きますね。 はい、えー、ゴールデンウィーク頃に少しだけ、えー、購入して、えー、3万円ぐらいプラスになりました。えー、余剰金でやってるだけなので、メあのー、精神が持ちますか、ね、動きがあまりにも激しいので、失っても、えー、怖くない金額でやらないとメンタル壊すと思います。ってことで、えー、すべて正解ですね。はい。全部正解です。あのー、まあ3万円ぐらいプラスになりました。 はい。え <laughs>、ちょっとあの、余剰、あの、ここでキーワードになるのは、まあ、いくらそのプラスになったかと別として、まあ、余剰資金でやるっていうのは、い。これがもう一番重要です。で、値動きがやっぱり激しいと、まあ初、初見、初心者の方とか素人の方は、結構メンタルがやられたりするので、必ずね、余剰資金でやって。あのー、絶対に必要な金で、あの、生活資金とかに手をつけないで。うん。よ、要するに、 その、壊れたメンタルとか、そういう、ふらふら、あのー、ね、あのー、不安定なメンタルでやると必ず損するので、うん、まあ、そういう、はい、感じで、まあ、あのー、投資は余剰資金でやるもんです。ね、精神的に余裕がないと逆に負ける可能性が非常に高いって。うん、借金したり、あのー、ものすごい、あの、無茶なハイレバレッジでやったりとか、うん、そういうのはダメだってことです。 さあ、えー、まああの、はい、えー、次ですね、えー、どんどんいきます、えー。まだまだ日本では、えー、少数派ですが知り合いのアメリカ人よりはかなり身近な投資手段になっているようですということで、まあ私、私はね、アメリカ人にあの知り合いとかいないんですが、まあまあ。 まあ、アメリカの方が投資教育とかがしっかりしているので、この辺は結構、うん、し、まあまあ、日本が一番活発っていうふうに聞きますが、うんまあ、アメリカ人の方が身近な、な、まあうん何でもあの時代の最先端はアメリカですからね、うんまあ、そんなに危なくない投資として、まあ、あのアメリカでもあの5年前ぐらい、ものすごい詐欺が横行したということですが。 まあ最近はそういうのをものすごい規制されて、より身近な要するに投資手段になっているということを見たいですね。うんまあ、アメリカは結構あの規制はものすごい厳しいというふうに、あのー、認識しています。はいまあ、日本も最近はものすごい厳しいんですよね。なので、まあ、規制が厳しく安全安心に取引できるような感じになってきたということです。さあ 次ですね。えー、そうされてしまい、金額は金額だけに話しておこうか、どうか悩んでますってことで、これは、あの、話しておいた方がいいと思いますね。あの、お亡くなりになられて、家族の方がログイン、あの、パスワードとか、そういうの、で、あの、アクセスできなかったら <laughs>、交換所にずっと置,い置かれてる、あの、保管されてるままなので、うん。 まあ、なので、無理だった時にね、あの、ご家族とか、はい、に教えておいた方がいいと思います。ええー、まあ、時間の限り、どん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 、はい、いきますね。ええ過方はい、えー、仮想通貨暗号資産は、えー、短期トレードも良いですが、過方は寝て待てがストレスもなく、ええー、勝つチャンスが上がりますよ。余剰金での運用を推奨します。ってことで、まあ、短期トレードも、はい、良いですか っていう感じで、また短期トレードやってる人のほとんどは、あの損してますね。うん。なので、まあ、家宝は寝て待てっていうのは、はい、このスタンスが一番いいですね。ストレスもなく勝つチャンスがあります。うん。まあ、ビットコインにずーっと、あの要するに、とあのー、ね、例えば、5年前とかに投資したら、本当に、あの、勝つ可能、チャンスが上がるどころか100、100%勝ってるんですよ。うん。やっぱり長期視点て。うん。 余剰資金でずっとあの,かあの、ビットコインに投資してるってる、うん、100%買ってるし、ものすごい値上がりしてますよね。私が仮想通貨投資始めた頃、1BTC8 万円とかだった時代もあるわけですよ。2016年ぐらいね。あーもう 5, 5万円か。そんな時代もあったわけで。<laughs> はい。そっからもう、100倍じゃん。<laughs> BTC だけでも。 はい。まあ、いかにも、異次元の、あのー、可能性を秘めてるかってことは、お理解いただけると思います。さあ、えー、買うときの1枚ごとの、はい、あの、手数料売るときの1枚ごとの手数料が高すぎるってことで。はい、あのー、うん、まあ、それに雑所得の扱いの、えー、税金もた高すぎるんってことで。あのー、 まあ税金が高いのはちょっとあの割愛して、はいあのま、前にあのこれ扱って何回も何回もなので、手数料がた高すぎるっていうのはね、あの事実です、うんまああの。例えば手数料で交換所っていうのは、要するに経営をやってるわけで、うん、まあ、例えば高い手数料を、うん、取るには、やっぱりあのセキュリティが強化されて、その分のコストっていうのはかかってると思うんで。 そ,そ、そんなやっぱりあの、高いね、あの、手数料の中で、うん、売ったり買ったりしたら、それはバン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 お金が飛んでいくってことなんで、そういう意味でもね、あの、手数料っていう意味でも、あの、税金っていう意味でも、あの、長期ホールドをおすすめします。はい。でも,も本当に長期でホールドしとけば、あの、何にも問題ありません。はい。あの、百パーまあ、BTC に投資していただいた方は100%買っているので、うん。 えー、投資や、賭、えー、け事は良い思いをした、はい、欲が先行するから扱う、なったり、まあ、痛い思いをするんだと思います。ってことで。まあ、これはね、私がずっと申し上げてますよね。あのー、要するに、今ご覧いただいたあの、前からずっと申し上げてるこういうような感じでも、欲に目がくらんでも、自分の欲のために飛びくついた人ってのは必ず、要するに、大損するっていう。ここも全部一緒じゃん。 要するに、あの、要戦でずっとね、あの、はい。これ欲に目がくらんで飛びついて、よ <laughs> ね、落ちると。そして、要するに、あの、うん、例えば、暴落した時にはこう、こういう時に興味をなくすとか。うん。また、そう、売ったり買ったりで、要するに税金も高いし、要するに手数料も高い。うん。ずっと、要するに、高い時も、要するに低い時も、 同じスタンスで同じ金額、余剰資金を <laughs> BTC とかまあイーサリアムとかリップルとかに投資するってスタンス決めとけば、うん、勝てるわけですよ <laughs>、うんそそ。そんなに難しいこと言ってないですよね。はい。じゃあ、これが最後です。はい。はい。あの、これは重要な、はい、質問です。 国家に縛られない資産としての地位が少しずつできているし、遅くとも今の労働者世代が年金をもらう頃には世界共通通貨に似た役割はできるかもでってことで。うん。正解です。うん。あの、ビットコイン、あの、先ほどちょっとあのね、ギャンブルとか宝くじとかそういうね、あの、ことよりもビットコインとは何かっていうことの本質は世界共通通貨ってことで。 それが、要するに今のインターネット時代において必要とされている通貨なんだってことをね、押さえていただければと思います。うん、そういう感じで本当にあの仮想通貨、ギャンブルとか宝くじとかなんか税金が高いとか、その要するに手数料が高いとかそういう本質とはちょっと違ったことよりも要するに国家に縛られない資産としての地位が、うん、上がってるってことです。 うん、だからこそ、今、ちょっとあのね、前にも申し上げましたが、リアル社会での抵抗、まあ、抵抗されてる方も非常に多いってことで、まあ、こういうね、あの、こ本質的なことを分かってる人間を何としてもね、排除しようとか、まあ、そういう動きも広がってるってことです。はい。まあ、そういうことで、あの、皆さんからの Q&A、あの、最後の質問は重要ですよ。まあ、いくら、そのね、あのー、儲かるかとか、税金が高いとか、あの手数料が高いとか、そういうことよりも、 えー、国家に縛らない資産としてのビットコイン。うん。重要です。今日ちょっとあのー、お伝えしたいことはね、あのー、まあ、最もお伝えしたいことはね、あのー、まあ、日系みたいな、あの、リアル社会からオンラインの VR 社会にどん,どん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 人とお金が流れているってこと。そして、今現在、今現在としてメタバースみたいなミラーワールドは、オンラインの VR 社会が構築されようとしているってことうん。 そして私、まあ私のちょっと自,自慢話とか、まあ先見性をちょっとアピールする場じゃないんですけど、まあ私はそういうのね、あの予見してゲーム実況を真摯にね、半年一年頑張ってきたってことです。うん。まあ、あのー、ね、その辺の先見性っていうのはちょっと、まあ評価いただいてもいいのかなっていうふうに、ちょっと思ってしまいます、あ。まあそういう感じでね、あの、この動画をご覧の方はね、あのー、 まあ、投資家として、私が、はい、あのー、フォートナイトとか、まあ、集まりみたいなミラーワールドね、あのー、どういうもんかっていうのを、ね、あのー、体験していただいて <laughs>、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、あの、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それではね、えー、今週も一週間頑張っていきましょう。それでは、失礼します。さよなら